ここからですね、もう一つの角度で調べるんですけど、皆さんにとってはこっちの方が大事です。よーく見てください。こっちですか。よーく見てください。 B ショットにします。はい、今話を簡略化するためにちょっと現金無視してちょっと建物だけにしましょうか。ちょっと数字戻します。これ特に書かなくていいです。ご紹介しました。今自分のお金がサラリーマン時代に貯めて一生懸命貯めてきたお金が多分90万だったとしましょう。90万、ね、で、晴れて念願の独立を果たすと、ね、で、建物は、例えば100万とすると、そうすると自分のお金、自己資金とは自分のお金ですからね、返さなくていいとお金なんで、自分のお金90万で建物100万だったら買えませんよね。買えませんね。そこで借金をしていくわけですよ。例えば10万とか言って、そうすると他人のお金、これ他人資本って言うんですけど、借金と自分のお金、自己資金を足して100万になりますから、これでようやく資産を買えるっていうイメージングなんですよ。イメージング、よろしいですかね。はい、じゃあちょっと質問しますから考えてくださいね。今賞味財産が100万の人が金貸してくれってきました。はい、皆さんは銀行員です。皆さんは銀行員です。はい、いくらまで貸すでしょうか。自己資金90万の人が金貸してくれってきた。これは90万までですよね。最高ですね。これ100万貸したらやばいですよね。自己資金90万の人、だからこの90万がギリチョンの線なんですよ。賞味財産が、つまり純一さんが90万の人が、ね、で皆さんの言葉よく聞いたと思うんですけども、自己資本比率ってよく聞きますよね。自己資本比率、自己資本比率何パーセント何パーセントって聞くと思うんですけど、ね、はい、これはここですからね。簡単に言うとこれ自己資本90万、ね、で総資本っていうのが180万ですから、だから自己資本比率は 50% ってことですか。 50%、はい、自己資本比率が、50%、 要するに負債の比率も 50% ですよ、ね、この場合だったら、ね、これがギリチョンなんですよ。ギリチョン、はい、そうするとちょっと数字を考えますか。賞味、資産が100万でね、それは200万ですか。これもやばいですよね。300万で100万ですからね。33% ですけど、自己承認です。倒産回答、真っ白だったと。借金返していかなあかんっていう状況になっちゃいますから、ね。で、よくトヨタがやられてるのが、トヨタ自動車は、無借金系と。ということで、ここはゼロなんですよ。非常に良好ってことですね。はい、したがってこれ一つ覚えてほしいのが、自己資本比率がですね、 50% が現状、まあ、80% とか言ったらすごいですけどね、 100% って言ったらこのまま全額って言いますから、だから自己資本比率 100% の経営を目指すのが一番いいんでしょうけども、まあなかなかね、そういうふうにいく時も少ないと思うんで、まあ、借金をしていくわけなんですけども、ただしここの比率はよく注意しながら、されるといいと思います。この比率、この比率だけ出せばいいですよ。要はなんか小難しいのありますよね。なんかなんとか表みたいなのいっぱい持ってきて、でそれでこれがあれですよ、これがあれですよと、例えば税収会計士の人に説明されても、うん、なんじゃこの比率はさっぱり分からないと。そんなどういう意味です。これだけでいいですよ。これだけでいいですよ。簡単なやつでいいです。社長の場合は、はい、だから自己資本比率をよく見てみて、で自社がですね、ちょっとこれが 30% とか 20% になってきたら、なんだかかなりやべえぞ。そういった指標として使ってほしいんですよ。はい、これが自己資本比率です。まあ、一応入ろうか。これ自己資本比率と言います。はい、もうちょっとね、細かい話もちろんあるんですよ。これ個人事業主の話なんで、株式会社じゃないんで、株式会社になると、もうちょっと細かい。いろんな ROA だ、ROI だ、ね、なんかそんなわけわかんないのが出るんですけど、まあ、今日はそこまでちょっとやりみたいなね、入門の入門とかね、基
基本中の基本というのをやっています。はい、こちら、通常の決定対策では喋りませんけど、これ重要なので、経常対策重要なので、これ知ってください。これ 50% が議長ということです。 50% が議長、はい、で、皆さんのですね、自分の会社のもちろん比率も出してほしいんですけど、これはですね、経分析っていう学問の分野なので、取引先ですよね。取引先、これから自分は取引しようと思っている相手の退職対象表を見て、電卓でこれすぐ叩けば出ますから、というか、それで見て、この比率がやばいところとは取引はしないという判定もできますね。昔からずっと取引やってからちょっとなみたいな感じじゃなくて、一応チェックします。かなりやばそうだったら自分も被る可能性ありますからね、はい、ということで見直しをしていくっていう、きっかけに作っていただく、使っていただくと僕はいいと思います。はい、で、もうちょっとやると休憩します、レジュメの2番目の右上見てください。はい、貸借対照表の意義と様式っていうやつなんですけど、そこだけ見てね、ちょっと休憩、準備しましょう。はい、やります。で、これ全部重要なんで、ちょっと全部引っ張ってほしいんですけど、貸借対照表括弧バランスシート BS とは、一定の時点における財政状態を資産、負債、純資産によって表す報告書を言うと。はい、そこまずパーッと引っ張っていただいて、2箇所をまず書きます、まず1箇所目が一定の時点、一定の時点という言葉、はい、そしてもう1箇所がさっき言った財政状態です。財政状態、はい、これが重要な、ね、言葉になります。はい、そして、すぐ下の貸借対照表のフォーマットを見てほしいんですけど、これはかなり略したフォーマットなんですけどね、左上に焦点名を書いて右上に単位を書くというのがいいんですけど、これ6月とかによく出てくるやつですよね。6月の新聞によくね、株主総会が終わったらバーッと出てくるやつですけど、日付のところをちょっと見てほしいですね。はい、平成末年12月31日、それをまるでぐるっと囲いましたね。平成末年12月31日をまるでぐるっと囲いまして、で、さっきまるで囲った一定の時点という言葉に矢印を引っ張ってください。一定の時点というのはこの日付と連動しますよね。これちょっと後で説明します。はい、今ちょっと喋っても分からないところなので、ちょっと後で喋ります。はい、で、貸借対照表の略称はバランスシートです、ね。まあ、BS って呼ばれます。はい、で、左側ですね、資産の部で金額が例えば現金10万円、建物が100万円で合計が110万円。で、右側の方です。負債と純資産の部っていうのがありまして、借入金が20万、資本金っていうのがまあ90万になっていて、まあ、合計して110万というふうになってます。はい、で、すぐ下のね、このルールむちゃくちゃ重要なんですけど、左右の合計は必ず一致するというのを引っ張ってください。左右の合計は必ず一致するというのを引っ張ってほしいんですけど、はい、まあ、難しく言うと貸借一致の原理とかいろいろ言うんですけど、まあ、そんなことかと思います。左右の金額は絶対に一致します。これは例外はありません。例外は1個です。はい、だから対応がですね、どうしたっけ、太陽はこちら西、東か、東から登って西に沈む、合ってますよ、ね、うん、変わんないですよ、絶対このルールって。これ変わっちゃったら選ばないんですよね。はい、それと同じレベルなんですよ。ボケでは左と右の合計絶対通用っていうのはそういったレベルの話です、ね。はい、これはむちゃくちゃ重要なルールです。はい、で、資本金って言葉だけちょっと説明していきますね。資本金っていうのはこれです、要は